まあ、中国の全体的に地図をこらーっていうのはちょっと絵が下手なんですね。こういう感じでこれ中国の全体だと思うんですけれども私たちが今勉強してるのは中国の標準語です。確かに、中国には川一本に渡って、北と南の発音は確かにバラバラなんですね。南に行くとみんなバラバラなんですけれども、今皆さんが勉強しているのは中国の標準語です。で、世界の中華圏の中のみんなの標準語です。じゃあこの中国語を勉強したら世界のどこら辺で使えるかというと、まず中国語を勉強したらどこで必ず使えるんですか？中国。そうですね、この本土ですね、中国語なんです。北に行くとちょっと下が巻いてくださいよ。でも南に行くともうそのままで大丈夫ですね。結構皆さんの発音でセーフという感じです。皆さんの発音はね、ちょっと頑張れば、はい、ほとんどの香港人よりは綺麗です。だからもしなんか発音がちょっとやばいなと思った時に、いや香港人よりマシですとこうやってちょっとなんか自分になんかね、はい、励ましてくださいね。なんか香港の人よりは絶対マシです。はい、でじゃあ1番はメインランドの大陸ですね。全部大丈夫です。じゃあ中国だけではなく他に使えるところなんか